鄭州市は、中華人民共和国河南省に位置する地球市、河南省の省都である、中国の中原地区第一大都市である。京神騎手都県と玉江デルタを結ぶ南北陸上交通路と公海北部の港湾と中国西北部を結ぶ東西陸上交通路が交わる交通結節点となっており、中国における道路、鉄道の重要拠点の一つである。 陰の時代より3500年の歴史を持つ国家歴史文化名城である。章の時代中国の首都であった中国八大ことである。3500年前には章王朝の都有があった。当時、制度精錬技術や陶器生産技術は相当発達していた。紀元前11世紀の青州時代、周王は弟の甘粛新をこの地に封じ、韓国と言った。 春秋時代には、帝の大部、古参の放置となった。随代になってこの地に、帝州が設置された。黄河中流に位置する帝州は、歴史上たびたび、黄河の水害を受けたため、経済の発展は、緩慢だった。20世紀初めに、老海線と帝光線が建設され、帝州は、南北大動脈の交差点となったため、経済的地位はようやく上昇し始めた。 中国共産党政府の下で1953年に停州県を廃止して停州市となった。1954年、河南省省都が開封から停州に移った。2004年11月5日停州は中国八大ことに指定された。2001年以降から旧市街の東部に面積約150平方キロで150万人規模の新都市を建設している。 新たに CBD を建設し、コンベンションセンター、アートセンター、高層住宅、高層オフィスが人工庫を囲むように立ち並ぶ。人工庫では、毎晩噴水のショーが繰り広げられる。CBD 以外は、中、低層の住居地区となる。なお、この新都市建設の計画案は建築家の黒川、気象の立案である。2021年7月、集中豪雨による水害に見舞われ、 死者300人以上。また、市街地全体が洪水となり、雪輪を失った自動車23万8000台以上が水没した。中原を投流する郊外の南岸に位置し、東は海風市、西は洛陽市、北は新郷市、南は巨匠市と接する。1月の平均気温は0.3度、7月の平均気温は30.1度、 ネオ平均気温は14.5度、年光水量は6 3 2 4ト、mm、ルで、ある。定州市は6市かつく、5研究、市、1県を管轄する。定州市定州線区近水区。ありがとうございます。